おい、平山。はい。ちょっと来い。はい。お前、何なんだこの資料。いつ終わらせた。昨日会社に残って終わらせました。バカ野郎。お前、子供が生まれたばかりだろうが、ちゃんと育児休暇ぐらい取れ。子供を産んだばかりの女性はただでさえ体力が低下しているのに、家事も育児も任せっきりなんて、嫁さんの負担が大きすぎるだろうが。それをお前が分担することで、嫁さんの不安やストレスを軽減させることができ、夫婦間の関係も向上し、さらに父親としてのお前の立場にとっても、子供の大事な幼児期を一緒に過ごせるという人生で最良の期間になるだろうが。はい、すいません。今日はちゃんと定時で上がれよ。いいぞ。はい、失礼します。あれ、クリップがねえな。おい、遠藤。はい。2000何年だと思ってんだバカ野郎。令和にもなって備品の発注だの、お客さんのお茶出しだの、ゴミ出しだの、女性が職場の名もなき脱毛を全てこなすなんてナンセンスだ。男性社員も女性社員と同じ給料をもらっているのに、面倒くさい細かな仕事を全部女性社員にやらせる理由がないだろうが。昭和の男尊女卑的な悪習は即刻滅ぼせバカ野郎。すみませんでした。遠藤、発注評価して。はい。これさ、昨日と同じところ間違ってんじゃん。あ、すいません。清水、お前さ、入社して半年だろ。いい加減戦力になってくれよ。あんざきに！そういう言動がモラルハラスメントになるんだぞ。お前に加害者意識はないかもしれないが、しかしその言動が同じ部署の仲間を精神的に追い詰めるんだよ。しかもモラハラは発覚しづらい分たちが悪い。モラハラを受けて会社を辞めたり、鬱になったりするケースが後を絶たないが、お前の言動で清水がそうなったらどうするんだ。出来の悪い後輩を前に、たとえイラッとしたとしても、少しは考えて発言しろ。すいません。清水。はい。お前もそういう言動があったら俺に報告しろ。いいな。はい、すいません。部長。なんだ。部長の言動を総務に報告したんですけど、話を聞きたいそうなんで、今すぐ総務課に行ってほしいそうです。そうだ、偉いぞ。職場内のハラスメントを臆することなく相談窓口に相談することで、職場の環境を改善していく、それが会社の発展のためにも大切なんだ。